大阪府立情報園芸資料館は、大阪市中央区南場千日前にある、情報園芸に関する資料の収集保存施設。1996年開館。1996年、上方お笑い芸人であった、横山ノックが、大阪府知事であった時期に設立。吉本工業所有のイエス南場ビルの7階にあり、南波グランド花月の真向かいに位置する。 課会には、ドンキホーテ千日前店が入居している。毎年、情報演芸の殿堂入りを専攻しており、第1回専攻の初代、桂春ラ・ハを筆頭に、落語、漫才、漫談、浪曲などの分野で、明治期以降活躍した、情報芸人より数組ずつを選び、殿堂入り名人としている。2013年3月、イエスナンバービル4階6階を閉鎖し規模が、 縮小された。現在は7階、園芸ライブラリーのみの施設となっており、入場は無料。テレビラジオなど、過去の園芸番組や情報園芸、情報喜劇に関する書籍のほかダウンタウン、千原兄弟、千鳥らのコンビや、R-1 グランプリ、キングオブコントなどのお笑いコンクールや、吉本院天然素材らの DVD なども視聴、閲覧できる。 かつて4階にあった展示室では、情報演芸の殿堂ギャラリーとして、殿堂入りした名人を紹介していたほか、情報演芸の歴史を紹介する展示品が数多く陳列されていた。5階にあった300人収容のホール、ワッハホールは、情報落語協会の定石、島の内寄せの会場となったほか、劇団の公演等にも利用されていた。 このほか4階には50人収容の小演芸場、情報亭、7階にレッスンルームもあり、演芸の講演が定期的に行われていた。2015年度から吉本工業への運営委託を辞め、大阪府の直営施設となる。一般公開は続け、資料の蓄積に重点を置く方針である。橋本徹大阪府知事は、 年間5000万円の収入に対し年間経費4億3000万円かかった投資設に対して負の財政立て直しのために設置された改革プロジェクトチームに投資設についても検討を行うよう指示した。改革プロジェクトチームは素案として投資設ホールの閉鎖、資料等の別施設での展示など投資設の移転を提言した。2009年7月23日、 橋本知事は年間経費が節約できるとして通天閣への移転を検討中であると発表したが同年12月28日に通天閣観光の西上正明社長と面会し通天閣への移転は撤回し現地存続する方針を表明したしかし運営開始時から巨額の赤字が続きこれまで建設費を含めると100億近くの税金が 投入されていること、周辺の賃料一坪あたり、平均6000円程度の物件に2万5000円、近くの賃料を支払っていたこと、歴代館長の前職が、在販純金局のプロデューサーであることなどから、吉本工業が、府の財政を使い純金局との関係を強化し、便宜を図る、癒着の温床になっていた権威がかけられている。吉本工業は、ワッハ情報は、 大阪府の強い要請により、高級仕様を前提として、大阪府の要求仕様に従いビル建設を行った。内装工事費用も、本来府が負担すべきところ、特別な要請により、賃料に付加して支払うことの同意に基づき、吉本が負担した旨の反論を発表している。ワッハホールについては、2011年1月1日より、吉本工業直営となり、 2010年12月3日に閉館したベース吉本を引き継ぐ新劇場5アップ吉本としてリニューアルオープンした。なお、吉本工業は2011年2012年度のワッハ情報指定管理者であった。同劇場は2014年11月24日の公演を最後に一旦閉鎖され再リニューアル期間を経て同年12月1日に 吉本漫才劇場に解消された。ありがとうございます。